ルーガの紋章ルーガは、ロシアレニングラード州の南西部にある都市。ルーガ市街地フィンランド湾に注ぐルーガ川沿いの町で、あり、サンクトペテルブルクからは南へ1 4 0トルノブゴロドからは東へ1 0 0トルの位置にある。人口は39,100人。2002年国勢調査では4434人。 1989年ソ連国勢調査では4万1769人だった。ルーガ駅、ルーガは1777年にエカチェリーナ2世の地方行政改革によって市の地位を与えられたが、ルーガ川沿いの現在の位置には10世紀から集落があった。ルーガという川の名はエストニア語で湿地を意味するラガスと共通している。 ルーガには早くも1857年に鉄道が通ったが20世紀までは重要でない街であった。19世紀末には2つしか工場がなく、レンガ作りの家も数えるほどしかなかった。ロシアの大作曲家、ニコライ・リムスキー・コルサコフは1908年にルーガ近郊のリューベンスクで帽子している。ルーガ市200周年のオベリスク1927年にはルーガは レニングラード州のルージスキー地区の行政中心地となった。第二次世界大戦の独ソ戦では、ルーガは激戦地となり、レニングラード包囲戦の際に決定的に重要な役割を果たした。1941年8月24日には、ドイツ国防軍が占領したが、占領に至るまでのソ連の赤軍の抵抗は激しく、ドイツ軍はレニングラードを目前にして、 ルーガで1ヶ月以上足止めされた。この戦いで、ルーガ市は1977年に勲章を受け、2008年には軍事栄光都市の称号を得た。1944年2月12日に、ルーガは赤軍により解放された。戦後には歴史的な建物の再建が進み、ソビエト連邦の崩壊後は農業関係の産業が立地する町になった。ルーガは ルージスキー地区の行政の中心で、サンクトペテルブルク南方の交通、産業、農業、商業の中心でもある。周囲は農村地帯となっている。町には2つの大学と3つの技術専門学校があり、サンクトペテルブルクイコールプスコフイコールワルシャワを結ぶ、幹線鉄道や M20 幹線道路が通る。ありがとうございます。